皆さんこんにちは、朝日奈々です。今回はですね、私朝日奈々、自分の名前噛んじゃったんだけど ここ最近で購入して良かったものを皆さんに紹介していきたいと思います。本当にね、おすすめの商品しか持ってきてません今回なので、ぜひ参考にしていただければなと思います。まず一つ目、ムッキーちゃん、これ知ってますか？ムッキーちゃん知ってる？知らない。実家にあるっぽい。嘘。似てるのが。これなのか分かんないけど。これむちゃくちゃいいのよ。グレープフルーツとかのさ、皮ってさ、すっごい硬いじゃん。外せるのね、これ。歯の方でグレープフルーツの皮を切るの、こう。そしたらみかんみたいに皮がこうペロンってめくれるのね。でも皮がすごい分厚くって、普通に剥いたりとかすると中の実がこうちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったりとか割れちゃったりとかすると思うんですけど、その時にここに実を入れてそのままシュッとスライドさせるの。そしたらここに歯があるんだけど、この歯がいい感じに仕事をしてくれて、グレープフルーツの実がすっごい綺麗な状態のまま食べることができる。グレープフルーツとかの皮を上だけこうポンって外して、中に身だけ綺麗にこう写真でさあったりとかするの分かる？それはもう絶対この子のおかげなわけしかも安くてもうほんとワンコインぐらいで買えるような商品になってるんですけど、これは黄色に黄色じゃん、だけど白に黄色とか白に何色とかっていうのがあって、それによってサイズが違うのかなと思って2つ購入したの。そしたら同じだった続いてはこれ、 Kindle。 携帯で本を読んだりとか iPad で本読んだりとかって、ブルーライトで目が悪くなっちゃうとかよく言ったりとかするじゃないですか。これはブルーライトがカットされてて、 Amazon とかで本を購入したりとかするとこのままこっちに転送されるから本が読めますよってやつ。なんでそんな反応するの？ある。あ、持ってる？持ってる。あ、しょこちゃんは？私は使ってます。あ、だからか携帯ってなんか見てると脳が元気になってっちゃうっていうかさ、なんかこうどん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 寝れなくなっちゃうんだけど、これ見てるとすっごい眠たくなるの寝る前とかにちょっと本読んだりとかできればいいなって思って購入しました。でもね、ちゃんと読んだりとかしてる、たまーに。これは多分動画の中でも紹介してるんですけど、充電器ね、どうですか？普通の充電器と、あとパソコンとか iPad とかできるやつと、なんかカメラとかもさできるやつの3つがついてて、短くコンパクトにもなるし、こう伸ばすとすごい結構しっかり長さもあるから便利なので、これをそれこそじゃあ地方に行ったりとかした時にカメラも持ってってるし、充電もしたいし、でも携帯もしたいしってなった時に、3本持ち歩くとすごいかさばっちゃうけど、これ1つだとすごい便利なので、これを持っています。続いてはこれ、靴ひもをね、毎回さ、ほどいて結んで、ほどいて結んでってするのめんどくさいじゃないですか。ここで調整ができるわけ、このボタンで。ゴムをそのままビーって引っ張って靴をきつく調整したりとか、脱いだりとかするときにそのボタンをピッて押してずらせばすぐ脱ぎ履きができるっていう、むちゃくちゃ便利な商品です。可愛いし、本当に目立たないの。蝶々結びしてるかしてないかっていうのがそんなに気にならないなっていう人だったら、すごいね、いいんじゃないかなと思うので、パッと履いてパッと脱いでっていうことができるアイテムです。あとの商品は写真で皆様にお届けしていきたいなと思います。まずはリプティックのベっていう香りのルームフレグランス。私ね、この香りがとにかく大好きなんですよ。部屋中がこのリプティックの香りになっててほしいんですよ。ルームフレグランスの中でも飾ったけど意外と香りがしないなってものとかもあったりとかすると思うんですけど、これは本当に部屋中がこの香りになるんですよ。3つぐらい家の中にあって、ほぼ家の中がこの香りになっています。ちょっと気分転換したいなっていう時って、香りを変えると結構ガラッとテンションだったりとかも変わると思うので、なんか香りが好きな人にはルームフレグランスとかルームスプレーってあるのはすごいいいかなと思いました。私個人的にはこの香りがすごく好きなので、皆さんにと思って一応おすすめさせていただきます。
ます。続いて加湿器、めちゃくちゃでかい、これぐらいあって結構大きいんですけど、何がこの加湿器いいかっていうと、加湿器ってさ、水入れに行くのめんどくさくないですか？でしょ？これなんでこんなに大きいかっていうと、中に2つ入ってるの。毎日数時間ごとにこう水を入れなきゃいけないっていうことをやんなくていいわけよ。1つのボトルが結構大きいから、ほったらかしにしてても加湿もされてるし超便利で、最近ねこれを購入してよかったなってすごく思っております。でしかも60畳分とか45畳分とかむちゃくちゃ大きい範囲を加湿してくれるから、そこもすごくいいなと思ってて、これ一つあればだいたい平気じゃん。だいたい平気だから、もうこれにもう任せっきりにしております。さあ続いてナノケアのスチーマー、みんな知ってるよね、あのスチーマーです。終わり？スチーマーです。なんでいいかっていうと、メイク落としますってなった時にスチーマー当たってるとメイクもこうどんどん浮いてくるし、メイク落としがしやすくなったりとか、冷たい水とか冷たい化粧水とかそういうのが出てきた時もやっぱり顔が締まるからいいし、やっぱりこの時期になるとだん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 乾燥してくるので、乾燥しないためにはとってもいいなって思います。使ったことないんだけど、なんか自分の好きな化粧水を入れて化粧水がスチーマーになって出てくるみたいな機能もついてるんですよね。とっても便利なのですごく愛用しています。続いて BMF のミネラルマルチポットっていう、これくらいのポットみたいなスープを作るようなものなんですけど、無水調理ができるっていうのでむちゃくちゃよくって、みんないいなっていう顔してる、まさこちゃんとしょこちゃんが。野菜からの水分が出て栄養もあるし、野菜の優しい味が出たりとかもするから、すごいよくって最近ねすごく愛用しています。女性が片手で持って平気なくらい、そんなに重くはないかなって思う。これぐらいの大きさでとってもいい。しかも可愛いしね。さあ続いてウーフォスのリカバリーサンダル、これはねもう何がいいかって、足が疲れない。現場でちょっとゆっくりできそうな時間があったりとかすると、そのサンダルに履き替えて、もう現場の中はだいたいそのサンダルで過ごしてるんですけど、夏場はずっとウーフォスのサンダルを使ってて、本当に足が疲れなくて便利なの。ちょっと近所に出かけるとかそういうのとかだったら全然ウーフォスのサンダルでいいと思うし、サンダルの形にも種類がいろいろあってすごく可愛くておしゃれなものもあるので、足ちょっと疲れちゃうんだよなって思ったりとかする方は結構いいかなって思っております。さあということで最後の商品がこれです。はい、なんかザコちゃんがすごい笑ってるんですけど、なんで？え、ザコちゃんもこれ、はい、ずっと水切りラック、結構さ大きめのものにしてて、お皿を置いたりコップを置いたりとかいっぱいいろんなのが入るセットにしてたんだけど、最近これに変えたの。キッチンの流しのところにこうやって立ってかけとくだけで、お皿も置けるし、コップも置けるし、じゃあお箸とか包丁とかも全部置けるし、じゃあ人が来た場合、その水切りラック大きいのがあったりとかすると、すごい生活感が出るじゃないですか。生活感出るの嫌だなと思って、最近出会ったのがこれなんだけど、こうやってくるくるって丸めて、しまったりとかできるから、生活感が出ないの。で、これむっちゃいいじゃんと思って、紹介して。さあということで、今回は朝日奈彩の最近買って良かったもの10点をご紹介させていただきました。今私の中ですごく流行っている商品なので、皆さんね、もしかしたらこれ持ってるよとか、これよりもこっちの方がいいよみたいなものがあったら、ぜひ教えていただければ嬉しいなと思います。さあ、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。じゃあねー。これはちょっと笑っちゃった。え、なんで？これ持ってくるんだったらポット持ってきてよって感じなんで。